こんにちは、ピオキイチ太郎です。今回はですね、東京都にある公立福生病院で、人工透析治療の中止を提示したところ、透析中止を選択した女性が1週間後に亡くなったことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は公立福生病院で昨年8月外科医が都内の腎臓病患者の女性、当時44歳に対して人工透析治療をやめる選択肢を示し、透析治療中止を選んだ女性が1週間後に死亡したということで、病院によると他に30代と55歳の男性患者が治療を中止し、男性55歳の死亡が確認されていると。患者の状態が極めて不良の時などに限って治療中止を容認する日本透析医学会のガイドラインから逸脱し、病院を監督するとは、6日、2019年3月6日、医療法に基づき立ち入り検査をしたということです。でですね、外科医は透析治療を受けない権利を患者に認めるべきだと話している。病院側によると、女性は受診前に約5年間近くの診療所で透析治療を受けていたと。血液浄化用の針を入れる血管が詰まったため、昨年8月9日病院の腎臓病総合医療センターを訪れて、外科医は首周辺に管を挿入する治療法と合わせ死に直結するという説明とともに透析をやめる選択肢を提示したと。女性は透析はもう嫌と中止を選び、外科医は夫51歳を呼んで看護師同席で念押しし、女性が医師確認書に署名し、治療は中止された。そしてセンターの腎臓内科55歳の方によると、さらに女性は透析をしない最後は福生病院でお願いしたいと内科医に伝え、息が苦しいと14日に入院。ところが夫によると15日になって女性が透析中止を撤回すると話したため、夫は治療再開を外科医に求めたと。外科医によると、こんなに苦しいのであればまた透析をしようかなという発言を女性から数回聞いたが、苦痛を和らげる治療を実施し、女性は16日午後5時過ぎに亡くなったということです。外科医は正気な時の固い意志に重きを置いたと説明し、中止しなければ女性は約4年間生きられた可能性があったということで、外科医は十分な意思確認がないまま透析治療が導入され、無益で偏った延命措置で患者が苦しんでいる、治療を受けない権利を認めるべきだと主張をしているということですね。はい。でですね、客観的な意見としてはさまざまな意見があって、医師方面の方が、そういった透析の中止という選択肢を最初に伝えて、そのことで患者が、その言葉を受け止めて自分の意思で、透析を中止しますといったことをしたということで、そこでインフォームドコンセントはしていたということで、そこは正しい判断をして中止をして、で1週間後亡くなってしまったと、透析によって。ただ、その途中で亡くなる前に患者さんの口からもう一回透析をしようかなといったことを話していて、その時に、透析治療を再開するべきだったんじゃないかといった意見が多かったからという感じかな。でですね、自分の気持ちとしては、まず、
まあ、透析治療をやめた方がいいということを話し、患者さんがそれを聞いて、まあ、透析を中止やめたいと言って、まあ、透析をやめたと。そしてまあ客観的な意見と同じ話になるんだけれど、亡くなる前に辛いからまた透析を再開したいと言ったところで、まあ、再開するべきだったんじゃないかと、まあ、そこのところで、まあ、外科医の方が意思が固い時に選択した、その意思を尊重するべきといったことで、まあ、痛みを和らげる治療を続行していたということで、まあ、そこはちょっと問題があったんじゃないかなといったことがすごい思います。再開するべきだったんじゃないかと。まあ、お金の話で言うと、まあ、治療費とかは、まあ、患者さんが支払っているので、まあ、患者さんが選択した治療をするべきだったといったところと、まあ、見えてこないんですけれど、まあ、そういった、透析治療をやめた方がいいですよといったことを患者さんに話した時のその状況はどうだったのかなといったところがすごい思っていて、すごい、なんだろう。まあ、そこですごい高圧的にされてしまっていたとしたら、患者さんは、まあ、一度言ってしまった、決定してしまったことを、また、なんだろう、翻してっていうことはできにくかったのかなっていったところがすごい思うところかなと。まあ、インフォームドコンセント、患者の権利といったところで、患者さんの立場からして、まあ治験もそうなんですけど、あの新薬の開発とかで患者さんに試したりするときとかに、やめたかったら、やめたいと言ってくれたらすぐにやめますといったこともちゃんと誓約書というか書かされるんですけど、伝えられたりするんですけど、だけど、なんだろう、そういったことを言うのってすごい勇気がいることですよね。一回決めたことをやっぱりやめますって言ったことって言いにくかったりするので、そこをちょっとどうにかした方がいいんじゃないかなとすごい思います。その、なんだろう、やめますっていうことをそのまま医師に伝えるっていうところよりも、その間に挟んで誰かに、やめたい気持ちがあるんですけどっていう相談する場所というか人というかを作った方がすごいいいんじゃないかなってすごい思います。すごい気軽に話せる人と話せない人っているじゃないですか。結構医師とかってあんまり話せなくて、例えば、診察受けてる時とかって医師とかに言われて、まあ本当はこう思ってるんだけど、あんま言いにくいけど、薬局に行って薬剤師さんに話す時に、あ、こう思ってたんですけどってすごい話しやすいって言われることとかあったりするので、まあそういったところで、間に入る人とかいた方がすごいいいんじゃないかなって思いました。すごく、で、なんだろうな、もうちょっと重要性というか、やめたらこうなってしまうっていうこととか、まあまあ、さらにこうなってしまう可能性があるっていうことをもうちょっと説明するべきことなんじゃないかなとすごい思いました。すごく、夫
の方、夫の方って言い方あれだけど、自分も胃に穴が開いて入院して目が覚めたら、奥さんが亡くなっていたということで、すごいショックが大きいなと、なんか自分自身が考えられない、感じられないぐらいのものがすごい残ってるんだろうなっていう、すごいった気持ちが感じられました。まあ本当にそこも個人的だけれど、もし自分の奥さんがそうなってしまって、自分が起きたら亡くなってたっていう状況だったらやばいなと思って、精神的に、立ち直れないくらいなショックな出来事になってしまうだろうなっていう、すごい予想というか思います。まあ、今後、まあ、こういった事件事故が起きて、まあ、またどんどん改良されてって、まあ、より良い医療になっていくことをすごい望んでいます。はい、ということでですね、今回は東京都にある、国立福生病院で、人工透析を中止した女性の患者さんが1週間後に亡くなったことについてお話ししてきました。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。